どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、恐竜を組み立てるダイナソー DIY アセンブルドトイシリーズ、こちらを組み立てていきたいと思います。こちら中に恐竜がね4体入ってるようで、どれも形があのカミカミコレクションに似たような、すごい可愛らしいね、あの恐竜フィギュアになってそうなんですよね。こちら電動のドライバーもついててね、目で楽しく、組み立てれそうですね。で、中に入ってるのはベロキラプトルに、ティラノサウルス、アンキロサウルスにディロフォサウルスの4体ですね。箱から取り出します。あ、こんな、あ、結構ね、大きいフィギュアがなんかできそう。こちら電動ツールになってて、で、なんだろう、この横に恐竜のイラストなんか描いててね、めっちゃ可愛い。で、ここにボタンがあるんですけど、多分こう、どちらかをこう押すと、こう、締める方に回して、あと反対側にすると緩める方に、回るようになるんでしょうね。で、電池を入れるところここにあります。炭酸ですかね。あ、動いてる。これ緩める方だ。違う。上にすると、こう緩める方で、下にすると、こう時計回りの、締める方にね、回るようですね。で、この先に専用のね、パーツ、差し込んで、恐竜の横のネジの部分ですかね。それをこう、くるくるっとこう、回せるようになってるようですね。ね、これ便利で、またかっこよくていいですよね。ちっちゃい子とかすごい喜びそうです。あとね、手動用のやつもあって、ハンドツールもちゃんとあるんですよ。なんか形いいですよね。なんか本格的な形になってて、で、先端はこの三角形の形になってますね。で、こちら組み立て説明書が入ってたんですけど、組み立て方見るとそんなに難しくないと思いますね。バチバチとはめていったら、まあ、簡単にできると思います。恐竜フィギュアの方を組み立てようと思うんですけど、4体あるんで、どうしようかな。この中で1体だけとりあえず組み立てて、あとはもうポンと完成したのをね、ご紹介しようと思います。アンキロサウルス組み立てましょうかね、今日は。あ、袋から取り出すと意外とパーツ多いっすね。で、こちら組み立てるのに使うボルトですね。ボルトパーツで三角形になってますね。アンキロサウルス組み立てていきましょう。これアンキロサウルスの胴体の下の部分ですね。に横にこれかな。はい、こちらのパーツを、セットしまして、で反対側も同じように、はい、こちら、セットして、尻尾を組み立てます。はい、バチッと合わせて後ろに。はい、これ尻尾のところにセットして、で、体上のパーツですねをセットします。はい、こんな感じかな。あれ入んない。逆にこちら側にセットしてみよう。あ、こっちからやった方がいい気がする。こっちの方がで、まず差し込んで、で、下をセットします。これの方がやりやすいんじゃないのかな。こっち入った。あ、はまりましたね。バチッとはまりました。はい、2個ボルトをセットします。まずはハンドツールを使ってね、軽くこうちょっと締めて、電動ドライバー使ってみますね。あ、いい、早いもう一回。ああ、いいですね、これ。ただ、ボルト短いんで、普通にハンドツールでも、まあ、くるくるっとしたらすぐにね、閉まります。次、下顎ですね。をセットして、で、頭上ですね。頭上を組み立てます。はい。上にバチッとはめて、わあ、頭大きいな、これ。すごい、これ。すっごい大きい。で、横ですね。軽くまず手で締めて、はい、くるくるっと回します。はい、反対側も同じようにくるくるっと締めて、はい、頭完成しました。あとは足ですね、4本、組み立てます。では左の前足ですねをセットして、ボルトを差し込んで、後ろ足ですね。後ろ足はね、前足よりちょっと太いです。ではくるくるっと回します。と、電動ドリル、奥まで行ったらガチガチガチって言うんで、そこでストップですね。はい、これで OK です。で、反対側の足も、同じようにセットします。アンキロサウルス組み立てれました。こちらのボルトを締めるときなんですけど、ハンドツールか、あと電動ドライバー、どちらを使ってもいいんですけど、まあ、どっち使ってもね、あまり時間は変わんないですね。組み立てる時間は電動ドライバーを使ってから早いってことはないです。では残り3種類ちょっと組み立てます。
残り3体も組み立てれました。これもねすごい大きいですね。ではアンキロサウルスから順番に見ていきます。まずサイズの方なんですけど、カミカミコレクションのアンキロサウルスバンピーと比べたいと思います。なんかパッと見はねすごい似てるんですよね。ちょっとカミカミコレクションっぽいね、形になってるんですけど、サイズの方はカミカミコレクションとは違って大きいかなりね大きいですね。アニアを横に並べるとねこんな感じ。アニアよりも、もっと大きなねサイズの、フィギュアになってますね。ちょっとティラノサウルス置きますね。マテルのベビーインドミナスレックス、こちらとサイズを比べると、あのこのフィギュアよりちょっとね小さいぐらいの、フィギュアとなってるんで、まあ、そこそこ大きめの、フィギュアなんですよね。では手に取って見ていきます。茶色カラーのねアンキロサウルス、これねいろんなところ動くんですよ。口に、あと前後の足が稼働して、後ろの尻尾もね稼働するようになってるんですよね。で、頭大きいですね。目がクリクリ、この辺がカミカミコレクションとね形が似てるんですよね。で、くちばしの部分開けるとこんな感じですね。で、背中のところには突起があって、ここ綺麗にね黄色ペイントになってますよね。で、短い足ですね。かわいい。で、あの肌のねザラついた感じなんかの造形なんか意外と作りいいんですよこれ。はい。で、尻尾の先端はコンボ状の形になってて、この短い尻尾なんかもねこのカミカミコレクションの尻尾の形と本当によく似てます。恐竜を組み立てる商品ってね結構 Amazon とかでもいろいろ売ってると思うんですけど、なんか形がねまあ好き嫌いが結構あったりすると思うんですけど、そうこちらの商品はねカミカミコレクションに結構似てるんで、まあ可愛らしいね形になってるんで、いやこれはねいいこれ本当に飾ってもいいし、またこうね手に取って遊ぶのにもいいと思います。次はねベロキラプトル見ていきますね。このねベロキラプトル頭長いから一瞬ちょっとバリオニクスとかかなって思っちゃったんだけど、こちらは、ベロキラプトルですね。横にカミカミコレクションのベロキラプトル、目がクリクリで可愛いです。はい。こちらを横に並べるとこんな感じとなってて、あのカミカミコレクションのベロキラプトルとはやっぱりね頭の形がねちょっと違いますよね。うん。カミカミコレクションの方は結構丸い感じのね形になってるんだけど、今回組み立てたのはねかなり長いですね。はい。カラーの方は赤色になってて、で目がね可愛いで黄色になってて、で口が開閉するようになってますね。で歯のところが綺麗なね白色になってますよ。いやかっこいい。ちょっと前から見るとやっぱりねちょっとバリオニクスっぽいんですよね。はい。で、短い前足2本の指があって、でこちら前後に稼働するようになってますね。で、後ろ足ですね。後ろ足も前後に稼働するようになってて、あのベロキラプトルの特徴的なカギ爪がねこれは残念ながらないんですよまああのティラノサウルスとかと同じなんでしょうね多分ね。はい。でがっちりした体に、後ろの尻尾ですね左右に、稼働するようになってますね。で前足の指の数とかもね2本なんで、もう多分あの全部同じなんでしょうね。あのディロフォサウルスもおそらく同じじゃないのかな。では早速ディロフォサウルス見ていきましょう。はい。こちらディロフォサウルス、あ同じだやっぱりね。前足と後ろ足は全部同じの使ってそうですね。カミカミコレクションのディロフォサウルスはこちらとなってますね。こう両側からねブワッと広がった、こちらの襟巻きがすごいねおしゃれでかっこいいんですけど、これも同じですよね。両サイドに襟巻きがあって、頭にはトサカがあるっていうね。でカミカミコレクションと全く同じで、ちょっとジュラシックワールドバージョンっぽいね形になってますね。ディロフォサウルスね体に尻尾が黒色になってて、あと、頭前足後ろ足が、グレー色にちょっと、青色を入れたようなそんな色ですね。で頭大きくて、で目が、緑色、こちらもね目はクリクリですね。で両サイドにこの襟巻きがあって、また柄なんかもあってね、この辺の塗装も細かいですよね。で頭のところにトサカがあります。いいねこれ、やっぱりこうブワッと広がったこの襟巻きがすごい、かっこいいです。で口が開閉するようになってて、歯がね綺麗な歯がね並んでますよね。で口の中赤色とかにはなってないんですよこれ。さすがにそこまで細かいペイントにはなってないけど、この、ザラついた肌感とかね、うん、この辺の作りいいですね。でさっき言ったんですけど、前足後ろ足はさっきのベロキラプトルと全く同じ形になってますね。前後に稼働します。
はい、こちらも動かせて、で、後ろの尻尾ですね、稼働するようになってますね。では最後ティラノサウルスを見ていきます。最近出ましたカミカミコレクションのティラノサウルス、なんか不安げなね、この目これめっちゃ可愛くて僕お気に入りなんですけど、こちらを横に並べるとね、こんな感じとなってて、なんだろう、もう形本当に似てるんだよな。目はね、新しいティラノサウルスのカミカミコレクションとはさすがにちょっと違いますけど、形はそっくりですね。で、こちらアニア T レックスを横に並べると、はい、こんな感じですね。アニアよりもサイズ、横幅もね、かなり大きいですね。頭の大きさがもう全然違いますもんね。胴体部分とあと尻尾がね、暗い緑色で、頭に前足、後ろ足はちょっと明るめのね、緑色になってて、で、前足、後ろ足の形もさっきまでと同じですね。ベロキラプトルとディロフォサウルスと全く同じです。頭なんですけど、ちょっと丸みのあるね、可愛らしい形になってて、で、目がクリクリで、このザラザラした感じ、すごいね、小さいボコボコっとね、膨らんだこの形。いや、よくできてると思います。で、口が開閉するようになってて、綺麗な歯が綺麗な歯が見えてますね。この辺カミカミコレクションにほんと似ている、この歯もね。そうで、ガッチリした体なんですけど、特に柄とかはね、入ってないんですよね。これ柄とか入ったらまたちょっと雰囲気変わってかっこよく仕上がったと思うんですけどね。で、短い前足に2本の指があって、爪のところとかね、細かい、塗装はされてないですね。で、ガッチリした後ろ足、このね、前足と後ろ足の形僕好きです。なんか可愛らしいね、形になってますよね。で、後ろ足が大きいんで本当に立たせやすいんですよね。安定感あってすごいいいと思います。で、後ろの尻尾稼働するようになってますね。ティラノサウルス、さっきベビーインドミナスレックスと、大きさちょっと比べたんですけど、こちらダメージ T レックスですね。そう、背中のボタンを押すとこうね、体怪我した感じになるっていうね、フィギュアなんですけど、こちらのフィギュアの頭と大きさを比べると、これよりもね、横幅ありますからねめっちゃ大きいんですよこれ。いや、この頭が大きいのがめっちゃ可愛いっすよね。今回こちらの専用ツールを使って恐竜フィギュアを組み立てる楽しい商品、ダイナソー DIY アッセンブルドトイシリーズ。いや、これ面白かった。そう、恐竜フィギュアの組み立てもそんなに難しくなくて、また組み立てた恐竜ももうかなりね、可愛いんですよね。で、カミカミコレクションよりちょっと大きめのサイズのフィギュアかなって思ってたら、カミカミコレクションよりもね、かなり大きな、以前ご紹介したベビーインドミナスレックス、あれぐらいの大きさになっててびっくりしました。恐竜をね、組み立てる似たような商品があるんですけど、その中でも、かなりね、可愛らしい、カミカミコレクションに似たような、すごい可愛らしい、商品になってました。これおすすめですね。また国内でもね、そのうちなんか出てきそうな気はしますね。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあ、またね、バイバーイ。